はい、こんにちは、 JBS 武蔵の豊田です。今回はですね、小学生指導をお送りしていきます。今回小学校4年生の選手でして、この選手はバットはですね、比較的強く振れるんですけども、バットの芯に当たらないですとか、当たってもなかなかボールが遠くに飛ばないというような悩みを持っている選手でした。その選手がもともとどのような素振りをしていて、どう変化をしたのか、そしてどのような練習をしてそのように変化をしていったのかっていうのを今回はお伝えしていきたいと思います。それでは早速ですね、その選手のビフォーアフターの動画をこれから紹介しますので、そちらをご覧ください。ではですね、今回小学4年生の指導を行ったビフォーアフターの動画をまず、お伝えしていきます。左がビフォーの動画、右がアフターの動画になります。またスイングの見た目の変化とは別に、このように後ろでユピテルという測定器を使いながら、打球スピード、飛距離にどういった変化があったかっていうのも測ってきましたので、そちらも合わせてお伝えしていければなと思います。まずビフォーの動画、こちらをちょっと動かしていきますが、構えてもらってから足を引いてステップをして、ここからバットをこのように振りに行くと、見てお分かりの通りにステップの幅も少しやはり狭いのもあり、少しちょっとですね、このように右手の曲げ伸ばしを中心にバットを振っていくため、バット軌道が当たった後も少しこのように上から下にバットが入っているのと、手首の返りですね、このリストターンのタイミングが少しちょっと早くなってしまっています。ぐるっと、そのため打球がなかなか上に上がらずに、やはりゴロになることがとても多いと、いうことでした。でアフター動画はこのようにステップをして、ステップの幅がある程度確保できる、だいたいバット1本分ぐらいですね、ここで確保できるようになって、ここからスイングがスタートしていきます。グッと、今度は少しちょっとバットが遅れ気味ではありますが、このようにかなりですね、スイングが力強くなって、実際バットが当たる直前からは下から上の軌道でバットとボールがこのように当たるようになってきました。でこの選手の明らかに違うところは、バットの軌道が、大幅に変わってきました。両方の選手を動かしていくと、バットがグッとスタートしてきて、このように大幅にバットの動き方が変わってきているのがお分かりになると思います。少しアフター動画はいわゆる開くというような感じ、バットがちょっと遅れすぎてしまうために、ちょっと逆にキャッチャー方向で下がりすぎてしまっている傾向はまだありますが、とはいえですね、バットの振るこの力強さや、バットの軌道が大幅に変わったのが分かると思います。実際にこの選手のですね、打球スピード、飛距離、またスイングスピードですね、こちらも大幅に変わりましたので、振り方が変わったことによってバットのスイングスピードに大きく影響があったということが言えます。では具体的にどこを変えていったかというと、まず構えの部分をこう見てもらうと分かりますが、構えの部分の股関節周りですね、ビフォーの動画はですね、股関節が伸びているのに対して、アフターの動画はしっかりですね、お尻が少しこう背中の方に引けてるような形になって、ベルトのバックルが少しこう地面の方に向くような形のセットアップになりました。ここからステップをこうしていった時にも、これちょっと正面からなど見づらいんですけども、少しこの膝の部分がつま先側に出てきてるのに対して、アフターの動画はそれが少し改善されています。つまり股関節にためができた状態でステップができるようになってきました。これだけで体の使い方が大きく変わってきますんで、特に実は今回はですね、スイング部分に関してアドバイスをしたわけではなくて、バットを振る前の股関節でしっかりためを作るっていうのを重点的に指導してきました。それだけでこのバット軌道だったりスイングの力強さっていうのが大幅に変わりましたので、じゃあ具体的にどのような練習をしたかっていうのをこの後のレクチャーでお伝えしていきますので、今度はそちらの方をご覧になってください。解説動画の方でも説明した通り、バットの軌道に大きく関係しているのが、バットを振る前のトップの場面です。具体的にじゃあどこが関係しているかというと、このように構えてまずステップをします。この時のバットの位置、そしてこの上半身の傾き、そして股関節の屈曲、そして内旋という、しっかりここにためができているか、この準備が正しくできているかがスイング動作に大きく影響を与えてきます。股関節のためがしっかり作れているかどうかをチェックする一つ分かりやすいポイントとしては、構えた時の後ろの足のすねの角度が地面に対して倒れていると、股関節のためというのができていないケースがかなり多いです。
ですので、このようにステップをしたときに後ろ足のすねが地面に対して比較的立っている状態、立っている状態ができるとこの股関節の曲がりですね、ここに曲がってしっかりとお尻に力が溜まったような状態になります。その状態ができると上半身というのは地面に対して前傾する形になりますので、この形ができるとこれまで軸がこのように地面に立っていた場合はバット軌道がこのように上から入る、前から見るとバットを振りに行った時にこのように上から下の軌道になって、前から飛んでくるボールに対して当たりにくい、そして当たったとしても遠くに飛ばないというのがこの選手の悩み、もしくは小学生にこれはよく見られるスイングです。これが後ろのすねが立っている状態でトップができると前傾をした状態でボールを待てるようになります。そこからバットをぐーっと振り出していくとスイングプレーンにバットが乗るような軌道に切り替わってきます。ですのでバットの軌道そのものをいじるというよりはバットを振る前のですね、準備段階をしっかりと整えてあげることによってバット軌道そのものも比較的良くなる、そういった形になっています。じゃあ今回使ってきたドリルなんですけども、主に3ステップで行ってきました。まず股関節のためを作るという時に、先ほども話しましたけども膝がこのように前に出てしまうとお尻の筋肉が使われにくくなってしまいます。お尻というのはこのように体重を前に移動していく、また股関節の屈曲をキープしたままステップしていく上ではこの筋肉をしっかり働かせてあげるというのがとても大切です。このお尻の筋肉を働かせるためには構えた時のこの前足を少しこのように後ろに引いてあげると、こういう重心の落とし方ではなくて少しこのようにお尻がですね、このように引けるような形の姿勢ができるようになります。そうすると必然的にお尻に刺激が入って体の前傾姿勢がこのように作れるようになります。まずはこの状態を作って通常通りの素振りをしていきます。注意点としてはステップをしに行くときにこのようにこの刺激がほどけてしまって膝がこう前に出ている、こういったケースも小学生の場合はしばしば見られますので、ここを気をつけて行ってみてください。次のステップ2ですが、変身運動ですね、重心を前に移動するときはお尻だけではなくて今度は内転筋も使いながらこのように前に重心を移動させていきます。そのためにお尻に刺激を与える、そしてプラス内転筋にも刺激を入れるということで少しこのようにクロスを入れていきます。この状態から同じようにステップしてスイングを行っていきます。注意点はですね、ステップ1と同じでしっかりお尻に刺激が入った状態で胴体を前に、そしてステップ動作を行っていく。刺激が入っているということはつまり上半身がしっかりこのように前傾姿勢が崩れずにステップができているということにつながりますので、そこを気をつけて行ってみてください。そして最後にしっかりとですね、屈曲をキープした状態を保ってそこを意識しながらの、通常通りのスイングを行っていきます。はい、このような形です。ちなみにどのようなフォームが悪いフォームかっていう NGC もちょっとご紹介したいと思います。このようにもう膝が前に出てるパターンです。1回振ります。
ここを抑えるだけでもちろん重心の移動が正確になる、打球速度、芯に当たる確率、飛距離、この辺が大きく改善されてきます。バッティングにおいてバットを振る前の動作というのはかなり、大きな比重を占めますので、必ずここは抑えるようにチェックしてみてください。 JBS 武蔵は動画の他に JBS 武蔵のサブチャンネルというですね、音声配信を行ってますので、ぜひそちらの方も覗いてみてください。チャンネルはですね、概要欄の方に貼っておきますのでよろしくお願いいたします。その他 LINE、Twitter などの SNS も行っておりますので、そちらもよろしくお願いします。それでは今回の動画は以上となります。ありがとうございました。